きげんよう。腐ったメガネはお嫌いですか。さあ今日は本編じゃないものをやろうかなと。 BNCD ってね、フリートークの CD ないし、はい、トラックがついていることがあるんですよ、うん、今までまいちゃんに聞いてもらってきた作品の中からいくつか選んだんだけども、これをまず聞いてもらおうと。抱かれたい男1位に脅されています。この CD の特典っていうのが2種類特典が出てるんだけど、今日持ってきたのはリブレ特典のキャストトーク CD というわけで、小野由紀さんと高橋ひろきさん、お二人がおしゃべりしております。じゃあ行きます。はい。抱かれたい男1位に脅されています。小野由紀さんと高橋ひろきさんが止まることなくひたすらおしゃべりし続ける、まさにマシンガンなフリートーク。とにかく自然体のお二人が素敵で、話し上手な会話の応酬に笑いが絶えません。お題トークで小野さんが取り出したハイパーヨーヨーと繰り広げられるヨーヨーパフォーマンスをハイテンションで実況するひろきさん。ヨーヨーの音は全然聞こえないけどめちゃめちゃ楽しい。ひろきさんのお家に訪れるウグイスの話、お酒の失敗談など賑やかに弾むお二人の会話から、いい収録現場だったんだろうなと想像が膨らむフリートークです。そんな話するんですか。話上手ですね。かわいい。そんなかわいい笑い声するんだ。芸人より喋ってる。全然わかんない。はい。すごい面白かったですよ。よく喋りますね。まあこれは悪口ではございません。マジで尊敬してしましたね。22分10秒。頭から最後まで2人喋りっぱなしだもんね。お互いこうつなぎ合ってるのももちろんわかるんですけど、そのパスの回しが良すぎて、ね、面白かった。あんな面白いとは。お二人とのトークがとっても上手っていう感じでした。あと、そう、突然の小野さんのヨーヨーをハイパーヨーヨーわかんないよね。個人的に小野さんの素の笑い声、引き笑いめっちゃ可愛くてギュンギュンしました。高橋さんのこの MC 力、滑舌いいなぁ。いい、早いんだけど全部聞き取れる。あの滑舌の良さ、テンポ感。これ何年でしたっけ。2015年。そうですね。ウグイス来たんですかね。マジのプリンセスの話だと思って聞いてました。本当だよね。高橋ちは CD さ、シリーズ出てるから、もしかしたら他の特典でウグイス来たような報告があのかもしれない。次行こう。ご主人様はヤバいやつ、遊佐浩二さんと千葉進さん、このお二人のですねフリートークを聞いていただきたいなと思います。これは初回特典のフリートークね。さっきよりも全然短いんですけど、はい、では参ります。ご主人様はヤバいやつ、遊佐浩二さんと千葉進さんが和気あいあいとおしゃべりするフリートーク。本編収録直後ということもあってか、お二人ともかなりテンション高めです。台風で大雨の日の収録だそうで、びしゃびしゃで宣伝写真を撮ったなど、収録裏話的なトークや次回作の話題を話すお二人、仲がいいんだろうなっていう雰囲気がいいですね。完全にお題のないフリーなトークのため、遊佐さんのトーク回しや話題の振り方のうまさが光ってます。普通にしゃべってますね。親父ギャグみたいな。めっちゃピーピー言っても大丈夫ですか。しょうちゃん、千葉さん楽しそう。あっという間じゃないですか。役と全然さ、キャラクターも違うし声も違うじゃん今の。特に、はあ、仲いい、うん、千葉ちゃんって言ってました、うん、千葉ちゃんって言ってました2回目。バックヤード感がすごい強くて、うん、で割と隣の部屋から聞こえそうみたいな会話の内容だったので、そう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 、うん、給湯室とか聞こえてですよ。こういうのも気になって、まあ、2、3ってこう作品が続いた時に、うん、あれ面白かったからまた次のやつも絶対面白いなって思ったりしそうですよね、うん、関係値も見えるってことなんですね、うん。はい、次がね、シナプスの棺1。続きでですね、シナプスの棺2の方のフリートークも一緒に流れで聞いてもらっちゃおうかなと思います。いきます。はい。シナプスの棺、各巻末にちょこっとだけ収録されているもののため、各人が役名と名前、感想を少し話されるくらいの短さで、嵐のようなキャストトーク、シリアスな本編を超えてエネルギーを解放したテンションの高い小西さんと、演技中とは打って変わって舌足らずで甘えん坊のような野島さんのなんとなくラブラブな雰囲気が美味しい。そして声を張っていない千葉一心ボイスも素敵。テンションおかしくないですか。何ですかこれ。イチャイチャしてるだけじゃないですか。大丈夫ですか。この嵐、はい、こういうフリートークもあります。嵐みたいでして、うん、だって2トラックまで聞いても3分ちょい、うん、そうですね。それぞれの収録時間 CD 78分なのよ。だからもっとギリギリマックスまで入れて、だからもうできる限り最後は巻きでだと思います。それにしても本編のさ、あのシリアス具合から比べての弾けっぷりがやばいよね。小西さんのキャラクターが強い。野次健さんも結構すごかったですけど、
ムジケンさんは何ですか、小学生なんですかね、まあシナプスなんで、うんうんうん、でもそれにしてもなんか最後さよならしか言ってなかったですけど、あと千葉さんの声がいいと言ってましたね。はい、石井さん、石井さんほら声もトーンとかそんな変わらない人だから、素で喋ってらしてもやっぱいい声なのよ。千葉一心ですとお名前言うだけでもいい声なのよ。確かに、あんたもそう思う。本当に返事した。もう一本ぐらいいけるかな。やっぱりあのフリートークといえばこの人聞かなきゃいけないと思います、はい、花フリローシリーズさん、夜のとばり、儚き柔肌、大好きなやつ、はい、でこれは、通販特典の座談会 CD、 岸尾さん、森川さん、成瀬さん3人でおしゃべりしている CD になります、はい、では聞いてください。夜のとばり、儚き柔肌、司会進行役の森川さんが独自のボケとツッコミを繰り広げる岸尾さんと真面目な成瀬さんを時にはいじり時には放置する賑やかでまとまらない座談会。森川さんは最年長の進行役として話を回し、やんちゃな二人を引っ張ってなんとか締めに持っていくベテランの力技が良きです。帝王はトークにおいても場数と経験値が段違いですな。そして森川さんですら拾えないボケをかます成瀬さんがある意味すごい。放っておくとどこまでも我が道を進んでいく岸尾さんの自由人っぷりもすごい。喋った、なんすかこの可愛い、何言ってんの、全部言ってる。いやもう遭遇したいですよね。帝王いかがでしたか。普通に喋っててまずびっくりでした、うん、ただ後のお二人、岸尾大輔さん、成瀬誠さん、はい、どうしちゃったんですか。普段からあんな感じなんですか。岸尾さんはどこのフリートークを聞いてもこんな感じです。作品としてのまとまりすごい良かったからトークのまとまりのなさにびっくりしましたね、うんうん、いや森川さん普段喋るときあんな感じなんですね。森川さんは結構緩くなるかも、発声が。ああそうですね、うん、なんかお仕事の時の声しか聞いてなかったんだなと思いました、うん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 、じゃあ次、新妻くんと荒尾くん、これは初回限定版についての特典です。じゃあ参りましょう。新妻くんと荒尾くん、ハイテンションでどエロい本編から打って変わって新垣さんと古川さんの人柄がにじみ出たような癒し系フリートーク、年の離れた仲良し兄弟のような始終和やかでふんわりとした優しい会話をいつまでも聞いていたい。テーマトークに合わせてお二人が出される話はどれも気持ちがほっこりするようなエピソードばかりで、内容は穏やかだけど会話の展開は早くまとまりもいい。お二人の相性の良さと話の組み立てのうまさ、そして何よりお人柄の素晴らしさを感じられる素敵なフリートークです。確かに、わかるわ、すごいな、シュウヤだろ、シュウヤだろ、お願いいたします。誰のことも傷つけない感じがしました、うん、お二人とも真面目ですね。一歩ずつ踏みながらお話をしようっていう努力すごい見える。古川さんが普通に喋ってても割と新妻くんだなって思ってそこにすごい衝撃だったのと、新妻くんの声って特殊じゃないですか、はい、本編内の。確かに、だからすんごい作ってると思っていたので、あと古川さん自体、まあ、他のキャラクターとかでも結構低い声でおしゃべりされてることが多いから、うんうん、こうイメージで思ったまんまフリートークを聞いたら驚きはやっぱありましたよ。私も、私あのすごい感動したのがトークテーマ、落ち込んだ時2人がどうやって浮上しますかっていう中で、お二人ともまあ同じだったじゃないですか答えが、うん、でその後に古川さんがこういう人もいるしこういう人もいるし、なんかこういうことする人もいますよねみたいに言ってて、マジで誰も傷つけないスタイル最高やなと思いましたね、うん、優しいよねこのお二人のおしゃべりって、うん、人柄が伝わってきて、うん、すっごい優しい気持ちになりました。こんな素敵な人たちの濡れ場ってやなみたいな気持ちもありますすごいなと思ったのが5本聞いてて、うん、全部フリートーク、思考が違う、方向性も全く違いますね、うん、すごい面白かったです。ここをメインで聞かれる方やっぱりいらっしゃるでしょうね、うん、こんなに面白いものだとは知らなかったので、新しい発見をしました、うん、面白いよ。これも含めて BLCD っていうなんか、なんていうの、世界というか、うん、作品かなって思ってる。本日はフリートークを体験してみようでございました。初体験でした、最高でした。フリートーク楽しんでください。はい、でも十分楽しんでると思います。それで